皆さん、こんにちは。予選ブロックも佳境に入った G1 クライマックス34世代交代をテーマに、新世代選手が奮闘する中で、ベテラン、中堅選手たちはそうはさせまいと高い壁として立ちはだかったています。中でもロスインゴベルナブレスデハポンの高木慎吾選手は対抗心をむき出しに、現在までで3勝4敗、敗北を喫したのは海野翔太、カラム・ニューマン、ゲーブ・キッド、真田の4名、新世代3人と、元ロスインゴベルナブレスデハポンの盟友に負けを許したことは高木選手自身非常に悔しいと思います。決勝トーナメント進出に黄色信号が点灯している高木選手ですが、現在ファンの間である疑惑が浮上しています。それは新日本退団と海外移籍。今回はなぜファンが高木選手退団を懸念しているのか、ご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはファンの間で新日本退団を感じさせた G1 での戦いをご紹介します。一戦目の内藤哲也戦では、記者会見から不穏な発言があり、内藤とのシングルは5年ぶり、勝てば先に何か見れるかもしれないけど、先のことは誰にもわからない、俺からしてみれば今回のシングルは最後のシングルかもしれない、そういうつもりでリングに上がろうと思っていると話しており、内藤選手にも、おい内藤、さっき言ったように俺は最後のシングルのつもりでリングに上がろうと思っている、開幕戦のメイン、まっさらな状態から、何の言い訳もできない状態から、大阪の夜 IWGP 世界ヘビー級タイトルマッチをするつもりでリングに上がってこい、普段は仲間かもしれないが大阪の夜は敵だと思ってお前のことを叩き潰してやると言い放っていました。開幕戦のメインで激突した両者はラストオブザドラゴンにカウンターのデスティーノを浴び窮地に陥るも、とどめのデスティーノだけは阻止すると、高木ドライバー98でマットに突き刺し、最後はスライディングエルボーからのラストオブザドラゴンで3カウントを奪取し勝利を収めました。試合後のリング上で高木選手は内藤選手に対し、5年ぶりのシングル、前回はお前が勝ったが今日は俺の勝利だ、俺はもしかしたら今日が内藤とは最後のシングルになる、そういう思いでリングに上がった、だが一勝一敗だからいつかまた10年後か20年後か知らねえが、またやるときは今日以上に強い高木慎吾で迎え撃ってやるから、内藤今日はありがとうよと呼びかけ、内藤選手も去り際に拳を突き上げてこれに応じていました。最後になるかもしれないという発言から対談疑惑が浮上し、翌日 7.21 の海野選手との対戦では、腰の怪我から復帰したばかりの海野選手に腰への集中砲火で優位に立つも、パンピングボンバーをキャッチされ、そのまま一気にデスライダーを食らい敗戦。海野選手は試合後にリングで正座をして場外の高木選手に向かってザレーをしていたのですが、高木選手はザレーについて、なんだ試合後のあのザレーは、今までお世話になりました、てかふざけんなこの野郎、このまま終わってたまるか、こらてめえ、いつか必ず叩き潰してやるからなとコメントしており、海野選手はヤングライオン時代、高木選手の新日本移籍後初のシングルの相手でだったので、成長を見せつけたという意味ではザレーは正しかったのかもしれませんが、これまでを振り返ってもそこくらいしか高木選手と接点がない、海野選手がザレーをするというのは違和感を感じてしまいますね。 7.29 福岡ではゲーブ選手と対戦、5月の福岡でネバー無差別級をかけて戦った。両者の再戦は無数のエルボー、ラリアット、ヘッドバットが交錯する中、ゲーブ選手はパイルドライバーを発射するも、高木もスライディングパンピングボンバーからパンピングボンバー固めと一歩も譲らず、ラストオブザドラゴンを回避したゲーブ選手は張り手合戦から強烈なラリアット、ヘッドバットの応酬からパイルドライバーを決めると、そのままレッグトラップパイルドライバーを炸裂させ高木選手を沈めました。この試合後、ゲーブ選手は高木選手にまさかの握手を求め、場内は高木コールが発生し、立ち上がった高木選手はこのままじゃ終わらねえからなとその手を握り返しますが、ゲーブ選手は高木選手に言葉をかけ、不意打ちの急所蹴り、そしてストロングのベルトを手に荒々しく退場しました。
ヒールであるゲイブ選手が握手を求めたのは、強い新日本を見せるために戦えたから、リスペクトがあってのものと受け取れますが、戦えるのが最後だからとも感じてしまいます。そして 8.6 後楽園では、かつてロスインゴベルナブレステハポンに在籍していた元タッグパートナー真田選手とのシングル初対決が実現。互いの性格と手の内を知り尽くす両雄の公式戦は、高度な読み合いと意地の張り合いが続き、メイドインジャパンからラストオブザドラゴンを狙った高木選手でしたが回避され、ヨーロピアンアッパーカットを浴び、パンピングボンバーをかわされると、おコーナーブリッジであわやの場面を作られました。真田選手もフランケンシュタイナーをこらえると、スライディングエルボーを発射するも、パンピングボンバーからのラストオブザドラゴンを回避されると、そのまま一気にデッドホールで逆転負けを喫しました。試合後、両者はノーサイドのグータッチ。場内は大きな拍手に包まれ、退場する高木選手に対し高木コールが巻き起こっていました。実は高木選手、この試合での発言がネット上で話題になっていました。というのも、高木選手恒例の俺の時間が来た来た来たをこの試合では英語で行っていたのです。これでさらに高木選手の新日本退団海外移籍説が濃厚になっていったようで、ネットでは、高木さん退団濃厚かな、この G1 見てると最後の新日本プロレスを体感しているように見える、やっぱり AEW かな、高木優勝予想してたけど4敗目で予選敗退っぽいな、そして新日退団フラグも立ちまくってるな、ロスインゴじゃなくていいから新日の高木をもっと見ていたいな。高木真田とグータッチやお礼のマイク、お別れイベント的なことやりすぎやろ、やっぱ高木退団するんじゃ、内藤戦後のこれが最後かも発言と、ゲーブの握手とかが火種かな。ここ数年新日本で一番試合内容が好きな日本人選手なので、いなくなったら観戦モチベーションが成り下がるといった声が上がっています。新日本では退団が全く予想されていなかった岡田和親選手の退団が記憶に新しいですが、高木選手が言うように、先のことは誰にも分かりません。高木選手は現在41歳ですが、柴田勝頼選手は44歳で AEW に移籍しているので、海外を目指す年齢というのは高木選手にとっては無関係なのだと思います。他にも高木選手は自身の YouTube チャンネルで、今年の G1 がラストチャンスだと思っていると話していますし、今年がプロレスデビュー20周年で、 9.7 山梨でデビュー20周年記念大会が開催されるのですが、そこで重大発表がされる可能性は十分にあり得るのではないでしょうか。別れを連想させる行動が多いですが、まずは高木選手の G1 を最後まで応援しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。